よし、どうもトレです。新三国無双5をやっていきましょうか。今回もね、両党の続きですね。今回合肥の戦いか。慶州では局地戦でこそ勝利を収めたものの、劉備軍を完全に駆逐することはできなかった。一方、赤壁で大敗した曹操は河北で再び力を蓄え、その地盤をより強固なものとしていた。魏の膨張を危惧した呉職は京都を躍し、同時期に魏へと侵攻した。呉が攻めるは猛将張良が守る合肥。魏にその人ありと謳われる名将との勝負を思い、両党は静かに闘志を燃やしていた。両党はどうした？ハネ、呼んできてくれ。面倒な野郎だ。何してんだ、両党、行くぞ。気安く触んなっつの。おめえ、まだ親父のこと根に持ってんのか。撃った本人に言われたくないね。お前たちまた揉めてるのか。戦は頑張りますからご安心を。さあ、今回はね、合肥の戦いですね。まあここもまあ一戦なしで行こうかな、とりあえず。で、まあ馬は関飛馬ですね。で、先行目標がね、10分以内にプレイヤーが総人と巨長を撃破。10分以内に何？拠点を落として羽橋を降下させろか。趙雲出現後2分以内にプレイヤーが撃破。ここの趙梁めっちゃ強いんですよね。合肥の趙梁って言ったら本当に強いですよ、マジで。でね、あのね、長領がね、出現してからね、やばいのよ。もうめっちゃ敵の士気上がるんで、まあ、それまでにちょっと準備をしていかないといけないかな。前半は大丈夫なんだよね。後半からやばいっすね。ちょっとあの先に行ってきますわ。今回あんま実況しないです。いやマジで、まあ、実況したくないこれ本当に、まあ、リトライ回数20回ぐらい言ってんだけどさ、マジで実況したくない。全然安定しないもん、本当にしんどい。何が難しいかというとね、全員生還のみだったらすげえ簡単なんですよ。簡単なんです、それはいいですわ。先行目標と敵武将、いや敵軍団長の撃破を含めるとマジで難しい。難易度跳ね上がりすぎなんですよ。よいしょ。まず先行目標、曹仁と巨長を10分以内に撃破。これはまだいいんですよ。でね、次のやつ、中央の拠点制圧と跳ね橋効果、これがマジでクソ。あの全員生還と相性悪すぎ。この跳ね橋効果を下ろすせいでなんかね、まじ、五花のアモ、両王なんですけど、あいつなんか、ま、わけわからんことして、わけわからん進軍の仕方して、長領出してくるんですよ。長領出したらね、敵武将じゃなくて、敵の士気がバカ上がりするんですよね。味方、ボン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 敗走してくからさ、長領出したくないんだよね。前半で。なのに、あいつね、まじ、五花のアモを発動するせいで、長領出すんだよね。頭悪い、マジで。あんな頭悪いやつ久々。で、ま、こっから侵入するとね、曹仁は混乱するから。
オーケー。で、節霊倒して始まったよ、始まったよ、かけ。一番出されたくないんだよな、これな。しょうがない、全然安定しねえもん。無双ランプでも止めれないんだよ。まあいいや、戦意は戻ったかな。で、牛金倒したら、まあここの耐久100以内にまではしたいかな。しんどい、本当にしんどいわ。久々だわ、久々にこんなにしんどいことをしてるわ。いつも全員正解やってるけど、こんなに辛いのはなかなかないぞ。やっぱ5やべえ。5はね、三国無双2と同じぐらいね、得意分野なんだけどね。なんで今までやんなかったかというとね、マジでね、難しいからなんだよ。全然三国無双4よりも全然こちらの方が難しいかもしれん。で、まあここも味方に任せるわ。で、今回馬違うんですけど、馬違う理由がこれですね。これで門を壊さずに乗り越えることができるんですよ。で、まあここの制圧はいいわ。俺が下の拠点制圧したいんだよな。ここここここがね、先行目標に含まれてるんで、味方に任せればいいじゃんと思うんだけど、全然味方頑張ってくれない。でね、あとね、これさっき失敗したんだけど、これ何が起きるかというとね、馬埋もるんだよね。埋もるせいで馬乗れないんだよね。もうもうもういちいちストレス、本当にいちいちストレスになる。 OK、 でここ制圧しましょう。とりあえず副長を倒していこう。いたいたいた。なんかね、いや別にね、ファイブをね、俺結構好きなんよ、本当に。三国無双2と同じぐらいやってるもん。だからこの拠点兵長倒すとあれだな、ワンパンだな。ガード上手くない？オッケーオッケー。で、巨長倒しましょう。巨長も先行目標に含まれとるんだよね。で、まあ案の定こいつもハイパー化してるんですよ。ちょっとあいつうざい、副長の分際でマジうざい。よかった、防御2倍取っといて。背後ガラ空きだぜ。見て、わかります？硬すぎじゃないですか。俺これをね、20回ぐらい繰り返してるからね。もうもう虚無、虚無。しんどい。OK。いやいや、ほんと、よかった、マジ防御力2倍。落ち着け落ち着け、マジマジマジ落ち着け落ち着け落ち着け。イラつくな、イラつくな、慈悲の心忘れるな、マジ。で、羽橋降下しようか。いけるかな、これ。いけないんだよね、ギリギリ。やっぱそうだよな、いけないんですよね。いけないんだよね。スキルにね、馬の能力が向上するっていうやつがいるんだけど、それだったらいけるかな。で、これ跳ね橋、これを落とせば先行目標2番が達成できる。観念ナイスだ、オッケー。いや、わりかしいいタイミングで制圧してくれましたね。よし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 、今のところいい感じですね。サクッと落として勝つとしますか。
な、ほんとな、サクッと落として貸してよな。わかるよ、両党。でもできねえんだ、それが。強えんだ、敵が。まあそこはいいわ、どうでもいいわ。ちなみに長領が出現する場所ってね、東の、まあ、右上かな、右上に味方が侵入すると長領出てきますね。で大体なんで豪華の、で大体豪華のアモがね、そこに突撃してね、長領出してくるんですよ。マジで豪華のアモだから。今回はまあみんなと言ってるから、まあいいかな。いや、行ってねえ。行ってねえ。行ってねえ。見て。こいつだけなんかね、下から行くんだよね。カコートン出待ちしようか。でかいな。お肉はでかい。5は結構ちょうどいい難易度なんだよ。4は回復ないけどさ、5はこうやって拠点に回復があるからね。割りかし好きだけどな、俺5ね。だって俺三国無双5のスペシャルでも全然面白いもん。大体みんなあの5のスペシャルってあんまやらないですよ。なんでかというと、こんなストレス、こういうステルス化してさ、マジどっから声来るか分かんないんだよね。満潮を倒したい。マンチョを倒したい。オッケー。ちょっと使いましょう、特殊技。いや、結構減らしたな。誰だ誰だ、今特殊技使ったの誰だ、探せ。お前だ。副将はどうでもいい。はい、これでちょっと無双ためよう。今のうざい。今のはうざい。オースを倒そう。後ろから邪魔が入りそうだが、オッケーオッケー。カコートンが攻撃力2倍か、それは危ないね。いや、今いけたな。うわ、マジこいつ使ってくるね。ちょっとある程度頑張って無双全部減らして、減らすか。どうだどうだ、切れるか、まだ効果持続されてるか。されてない、切れたな。スパセリア発生しねえかな。しないね。オッケー、いけるいけるいける。次こそクリアしたい。お肉取ってフルマックス。流れは非常にいいです。流れは非常にいい。この拠点まだ残ってんのか。したら俺上の拠点行きたいか。いや、味方がいないのか。いや、でもこれそろそろ出るな、長領。いやいや、俺長領の方を迎え撃ちます。本当は特殊技もう一個欲しいね。あれ多分天育のとこに一個あったような気がするんだよな。めっちゃやってるもん。20回やってたらね、誰が持ってるか覚えてんだろうな。あの旗持ちね、確か特殊技持ちないんだよ。お前落石落としてくの。効果切れるまで待つ。
長いね。あれこれ無限か。あれこいつかな。なんかね、誰かいるんだわ。ガンダムだっけ。いたよね。やっぱりいたよね。もう覚えとるんだわ。もうこのステージやりすぎて。本当にもう、大好きだよ、本当に。大好きじゃねえよ。全然大好きじゃねえよ。やりすぎて嫌いだわ。もうね、ごめん。もう喋りすぎて、自分で何言ってるか分かんなくなってるんですよ、本当に。素晴らしい。ナイス。さあ、迎え撃つぜ。出てきますね。なんかやった。ちょっと待ってね。送信のさ、どういう状況今。いや、いい。全然いける。カモン長領。文炎かかってこい。文炎はマジ特殊技も使いまくって2分以内に倒したい。そろそろ来るはず。来ねえな。あ、来ないっすね。文炎、あれ文炎来ると思うけどな。来た。我が武勇、かけれ。さあこいつを2分以内に倒せれば俺の勝ちだ。降りろ、馬から降りろ。いやもう使いまくる。マジ無双もガンブリいけ。もうガンガン使っていくぞ。うるせえお前、邪魔すんな。無双ためろ。いやなんなんだこいつ。どこ行った。いた。おっしゃ、行ったぞこれ。絶対行った。よしよし、あとはジョコを早く倒すぞ。ざげんなこのステージ、ざげんな。何回やらせんだ。邪魔だ、どけ。ジョコをさえ倒せれば俺の勝ちだ。耐久どれぐらい残ってる。200か。200はまだ大丈夫だ。拙者は上方面、上に覚えあれば。下にいるか。何この馬、やばいやばい。無人の馬がめちゃめちゃ邪魔をしてきたんだけど。何、いやうざい。やばい。もうやばいだろ今の。やばい、無人の馬が邪魔をしてきた。ない、弓か。あぶね。え、ちょ、お前その配置やばい。ちょっと一回移動して戦いやすい場所に行くよ。歯見えねえんだけど。出たプレツ大好きだね、その。本当に浮かすな。いやマジ鬱陶しい。何、邪魔をしないで。いや何、あ、マジキモいんだけど。え、絶対倒しきれんや。これ一戦欲しいな。
ワンチャン倒しきれる。いや、いったー、出合わせてきて本望でござった。いったぜ、やっといった。ほんとむずい。これでこの拠点は俺たちのものってね。これで木は大きく引くことになろう。みんな、よくやった。我々の勝利だ。ああ、上出来だね。さあ、帰るとしますか。これでようやくできたよ。先行目標を達成して味方全員生還と敵軍団長の全撃破。さすがに全武将は無理だわ。だってめっちゃリトレしてるもん。だってちなみに今フリーモードって書いてるんですけど、本当はね無双モードでやってたんですけど、あ、無双モードでやってたんだけど、ちょっとね先行目標未達だったんですよその時。なんですけどなんか俺が気に食わなくて、まあフリーモードでやってましたね。まあフリーモードも無双モードもこのステージは難易度変わらないので、やっといった。難しかったなこれ。次回がね10スコアの戦いですね。でまあ今回 NGC ありますのでよろしければご覧ください。これがねもし死んだ万象であったらね、絶影になってるかな。まあ、いや、よし、それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これ生還むずくね。生還というかさ、カコートンたち倒せなくね。いいぞ、見事な働きだ。よし、これもお前に負けてはおれんな。もう孫権とかやべえからな。ちょっとごめん、これむずいな。後半やべえ。出すタイミングがあるなこれ。うわー、長領からやっぱきついよな。目標と一緒にやるのやっぱきついな。羽橋効果のミッション失敗しましたねこれ。やっぱあそこ時間かかるよね。まあいいかな、あくまでも味方全員生還なんで。先行目標本当はやりたいけどなかなかね厳しいんで。これ10分以内だろう。あ、失敗しましたね。しょうがないですね。これねやってる暇あるかな。これやるとね味方がね長領の方に向かうんすよ。それ長領出現するとねマジで味方全体の士気、武器の士気が上がるから味方ボコスカ配送してくんだよね。なんか旅坊が先般しそうだけどな。あ、あいつね旅坊が一番やばいんだよねこの中で。あいつねなんか今東側一人で行ってるでしょ。あれ多分あれ旅坊なんだわ。こいつマジでさなんか突っ込んでさ長領出してさ味方全体の士気下げるんだよ。マジふざけてるから。豪華のアモを発動してるからここでマジで。だから跳ね橋効果させたくないんすよ。なのに先行目標に跳ね橋効果が入ってるんですよ。味方全員生還と相性悪いですよ。もうなんだこのステージ。出すんじゃないか両毛これ。はい先輩、はい先輩、ふざけんのこいつ。両毛頭悪いマジで。だから跳ね橋効果したくないんだよ。マジこいつ頭悪い。五花のアモーだもんな。ほんとにもう、やりたくねえ。うぜえ、終わった。